ガウス積分、ガウス積分、ガウス、積分、あるいはオイラーイコールポアソン積分、積分は、ガウス関数の実数全体での抗議積分のことである。名称は、数学、物理学者のカールフリードリヒガウスに由来する。この積分の応用は広い。例えば、変数の微小変化に伴う、正規分布の正規化定数の計算に用いられる。 積分の上の限界を有限な値に変えることで、誤差関数や正規分布の累積分布関数とも深く関連る。誤差関数を表す初等関数は存在しないが、立種のアルゴリズムにより微分積分学の道具立てを用いて、ガウス積分の値が解析的に求まることが証明できる。つまり、初等関数としての不定積分フォーミュラには存在しないが、 定積分フォーミュラ3は評価することができるのである。ガウス積分は物理学で非常に頻繁に現れ、またガウス積分の様々な一般化が場の量子論に現れる。ガウス積分を求める標準的な方法として、以下のアイデアはポアソンまで遡れる。平面上の関数を考え、これを二通りの方法で計算する。抗議積分が現れることに注意して、 これら二つの計算を比較して、積分の値が求まる。すなわち、面積要素が引く直行座標形では、引く極座標形ではで与えられることに注意すれば。およびと計算できる。校舎ではなる置換を行って、となることを用いている。さてこれらの結果からであり、符号を考慮して終える。上記の考察において、講義二重積分や二つの式を、 等しいと置いたことに対する正当性を再考しておこう。まずは近似関数を考える。求めるガウス積分が絶対修練ならば、それはコーシーヌシチ、すなわちなる極限によって求められることになる。これを見るには、が成り立つという事実を確かめればよい。ゆえにの平方を取ればと書くことができて、不比にの定理により、これは引く座標平面における。 面積分に等しいことが確かめられる。ただし、積分域和を頂点集合とする正方形である。指数関数は前実数に対して正の値をとるから、上記の積分域の内接円上での積分和よりも小さく、同様に外接円上での積分和よりも大きい。これら二つの円盤上での積分は直行座標形から極座標形へなる標準的な、 変換で移れば容易に計算できるから、積分を実行してなる評価を得ることができる。なる極限を取れば、挟み打ちの原理によって等式が正当化できる。ガウス積分を計算する別の方法として、以下はラプラスにまで遡れる。遠くと、尾へ近づけるときの極限はの符号で決まるから、が、多摩関数ゆえに、実数全体にわたる積分が、正の実数全体にわたる。 積分の倍となること、つまりであることを利用すれば計算が簡単になる。すなわち、積分範囲をに限れば、変数ととは、同じ極限をお持ち、が成り立つ。ゆえにとなり、初期の L。ボリス積分における公式を用いて証明することが、できる。非積分関数が玉関数ゆえが成り立ち、これに、変数変換、X、イコールとも行えば、 オイラー積分が得られる。ここでは、ガンマ関数。この式は、反正数値の解乗がの有利数倍となる理由を示している。より一般に、が成り立つ。勝手なガウス関数の積分は、あるいは、で与えられる。合成定値対象。がって、可逆な共変行列、2回とも変換するならばが成り立つ。ここで積分は、全体で取る。 この事実は多変数正規分布の研究に応用される。また、が成立する。ここで和の時間であり、右辺に現れる余分な因子和のこのコピーをの、組み合わせ体の全体にわたって加えた和を意味する。あるいはまた、としてレフと、イクスプレフト F がいくつかの解析関数に対して成立する。和増加具合が適当に制限されているとか、 あるいは他の技術的な判定条件を満足する必要がある。これは特定の関数に対してはうまくいくがそうでないものもある。例えば多項式ならば成立する。また微分差要素変数の指数関数はべき級数として理解され新たな微分差要素を定めるものである。さらに無限次元への一般化としての 反関数積分には厳密な定義はなく、多くの場合それは計算的でさえないが、ガウス反関数積分を有限次元の場合の類似ものとして定義することができる。もちろん問題はあって、単純に有限次元の場合の式を無限次元の場合に適用しようとすればは無限大に発散してしまうし、反関数行列式も一般には無限大となりうる。これらのことを考慮して否。 のみを考えることにするならば、ガウスファン関数積分を扱うことができるという意味である。ドビット記法を使えば、この等式は有限次元の場合と同じ形に書くことができる。お、やはり制定値対象行列としてが成り立つ。ただし、では行列の点値とする。同様の積分としてが成立する。これらを導出するには、 積分記号下での微分法を用いるのが勘弁である、フラック、レフトハット N、非積分関数のべき指数がもっと別の偶数、自他公式に変わった場合も、急数回は容易に計算することができる。例えば4自他公式をべき指数とする、指数関数の積分は、で表される。であることが要求されるのは、空までの積分が確保になる因子として清し、 からまでの積分が各項にの因子として寄与することによる。これらの積分は場の量子論に属する話題である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。